はい、それではチャイコフスキー交響曲第5番第1楽章4回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、309小節目からの解説となります。はい、まず最初なんですけども、まず4小節間同じリズムが続きます。まあ、母音がもう普通にもうダウンアップで弾いていただいて構いません。で、まあ、ダイナミックスだけ注意してください。これ最初2小節間フォルティッシモ、その後フォルテ、まあ、その後も続けるんですけど、メゾフォルテまで落ちまして、そこからまたデクレッシェンドして、最終的にはまあピアニッシモまで落ちていくという形となります。はい、で、313小節目からのボーイングなんですけれども、もう最初のメゾフォルテをダウンで弾いた後は、そのままもう弓順でずっと続けていただいて構いません。で、その後ずっと弓順で続けていきますと、319小節目はその後は裏拍からになります。で、そこの最初の、2拍目からもベーはアップ。で、それで弓順となります。はい。で、321小節目から、まあ、再現部という形で入っていきます。まあ、普通にもうリズムを刻んでいただければ問題ないですね。もう、ピアニッシモの音量に注意してください。はい。で、337小節目から356小節目までは、もう、そのまま、前回と同じ形で、ここはもうすべて、同じ再現部の形となります。はい。で、まあ、おさらいをしておきますと、まあ、347小節目。まあ、この、2つのスラは、ここはもう、クレッシェントからのフォルティッシモの形を続け、をキープしたいので、その後の、2つ目のスラーは、小節の頭で、回読みをします。ですね。はい、ここで、回読みをしてください。その後も、まあ、音は違いますけれども、リズムは同じ、同じボーイングで、回読みをしていただきたいと思います。はい。そして、ずっと進みまして、次は363小節目、ここのポジションなんですけれども、まあ、ここも様々な形があるんですけれども、まず、最初はですね、第3、第4の中間ポジションで、まあ、取るという方法ですね。最初は、最初からの、ハーは第4ポジションで取ります。ね、で、その後の、その次の小節にまたがるギス。で、ディスと続くんですけれども、ここをそのまま第3、第4の中間ポジションでまとめて取るという方法です。ね、ここまでまとめて取ります。で、その後また次のハを第4ポジションで4で取りまして、で、その後は、もう共通進むするんですけれども、第7ポジションで3、2と取ります。ゆっくり聞きますと、このような形で取る方法です。はい。で、ここはどうしてもこの4からこの3に跳躍するという、形が難しくなりますので、で、これ、こう、親指ポジションが使えるという方は、もう、歯をもう親指で、押さえていただきまして、もう、ここからもう、ちょっと距離はあるんですけれども、まあ、かなり開かないといけないんですけれども、もう、強引にもうまとめて取るという方法もあります。まあ、先ほどの説明したパターンは、もう親指ポジション使えない方のための、まあ、説明なんですけれども。はい。そして、で、二つ目はですね、そのまま、ハーまでを、零線一本で取るという方法ですね。まあ、すなわち、その後の、先ほど、で、チスを、零線で取ってたんですけれども、そのままもう零線一本で取りまして、で、この5人で、でを第6ポジションで、ハーとこのチスを、で、第5、第6の中間ポジションで、4、1という形で取る方法があります。で、今日最後はもう第7ポジションで取ります。はい。で、まあ、この形が、ま、取りやすい、まあ、最初の1回目の形よりは、ま、多少取りやすいかもしれないんですけれども、まあ、フォルティッシモから、クレッシェンドで、次のフォルテ3つまでクレッシェンドをかけなきゃいけませんので、このどうしても、A は、フラジオを使わざるを得ないんですけれども、まあ、どうしても、この、こちらに比べると、音量がちょっと、稼げなくなりますので、まあ、ちょっと音量が稼げないという、ま、デメリットはあります。まあ、両方2つのパターンを、試していただいて、まあ、やりやすい、最終的にはやりやすい形で、弾いていただけたらと思います。はい。ここまでよろしいでしょうか。そして、365小節目は、まあ、ほとんど、前の形に似たようなポジションなんですけども、もう第5、第6の中間ポジションからスタートしていただいて、で、ここからもずっと低線1本で、降りる形となります。ずっと行きまして、次が385小節目になりますね。はい。で、ここは、まあ、2回目で、ちょっと説明したと思うんですけれども、ここは、横で取ります。
A を D 線。今ちょっとテンポ早くやったんですけども、まあ、1、2、まあ、もしくは2と3で取っていただいても構いません。まあ、あの1、2が2、3でもう必ずもう同じポジションでまとめてつなげて取っていただきたいと思います。はい、そしてその後のピチカートは、まあ、リズムは難しいんですけども、あの第6、第7の中間のポジションで、はい、そしてまあ、あの注意していただきたいのはその後の409小節目で、まあ、あのピッチカートのタイミングが変わらないんですけれども、あのその前の定時部のパターンと比べてあの音が1個増えています。このオクターブでのディスが増えていますので、まあ、そこだけ間違えないように注意してください。はい、でその後のピューモストから の, あのピッチカートはもうほぼあのその前とあの型通りの再現部、まあ、音は違うんですけれども、もう再現部と同じ形となります。はい、でずっとそのあとずっとピッチカートが続いていきまして、まあ、ここからまたトランクイードになってゆっくりしたテンポになっていきます。まあ、ここも指揮者をあのしっかりあの見ていただければ問題ないと思います。でその後の、クレッシェンドからフォルテの形、そしてデクレッシェンドの形、その音量にも注意していただきたいと思います。はい、で、40小節目のアフタクトからあのアルゴに変わっていきます。で、ここはの最初のギス、フィスはあの必ず第2、第3の中間ポジションで同じ D 線で取ってください。その後も、こちらもできるだけも D 線で取っていただきたいと思います。はい、でその後も、もう可能ならばもうこうやってもう今のような形でもまとめて取っていただいて構いません。はい、そしてその後ストリンジェンドも、まあ、指揮者によっては443小節目の上ので A からもうストリンジェンドを始める指揮者もいますので、そこはもうしっかり指揮者を見ていただければ問題ないと思います。はい、そして、その後、まあ、同じ形になるんですけれども450小節目フォルテ3つになったところ、まあ、ここももう1小節単位で、をキープしたいので、もうここはもう一小節単位で改善をしていただきたいと思います。で、その後の、リズムの形も、もうここもあの弓順で弾いていただいて問題ないと思います。はい、で、あとその後はもうずっと同じ形リズムが続きまして、まあ、フォルテまであの落ちるあのフォルテ1個のところまで落ちる部分だけ注意していただけたらと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。はい、で特にポジションが難しいのは今先ほど説明しました385小節目の、この横で取るパターンと、でその後のその前に出てきました363小節目からのこの、ポジション、まあ、今のこのポジションは、まあ、2つのパターンを両方とも練習していただけたらと思います。はい、第1楽章4回目の解説は以上になります。ではまた次回。